皆さんこんにちは、アシアです。今日の動画ではロシアのお給料の、事情についてお話をさせていただきたいと思います。ちょうど1年前ぐらいにロシアのお金の事情について動画を作ったところ、それがおかげさまでとても好評だったので、皆さん見てくれてありがとうございます。そういったお金関係の動画ってやっぱり、面白いのかな。多分日本で知られないロシアの平均給料だったり、儲かる職業について、給料の支払いのスタイルも税金のことも日本といろいろ違うことだらけなので、その話をしていきたいと思います。では始めよう。まずロシアの平均給料について、それはインターネットで調べると、それは2019年の時点で約4万8000ルーブルです。全ロシアの平均ですね。ただしその数字を見る一般のロシア人は、それは多すぎるのではないか、そんな給料誰がもらってる、私たちはもらってないよって、そんな声もインターネットで多く見られます。ロシアは特に都会と地方の給料の差が激しいので、モスクワなんか特にすごく高いです。ロシアの全体のおよそ倍ぐらい多いです。それは約8万ルーブルぐらいです。かなりの差ですね。一方地方で平均の給料どれぐらいかっていうのは聞いてみると、25万ルーブルぐらいが平均とも言われています。ロシアの給料の平均は2018年では約3万5000ルーブルです。こんなグラフがあります。これはロシア全体の地図ですね。そしてここで地域別で平均のお給料が色で塗られてるんですけど、これは緑や青ほどお給料が高い方です。そして濃い赤や茶色などは給料が低いところです。黄緑色はだいたいロシア全体の平均です。自分のロシアの地元なんかはちょうど平均ですね。だいたいですね、こんな感じですけれども、ちょっと想像がついたかなと思います。まあロシアは年々給料が上がってくるんですけど、その分ですね、インフレだからずっと普通のものの値段って徐々にいつも上がってくる。給料も徐々に上がってきて、まあそれに大体追いつくか追いつかないかぐらいなんですけど、まあそんな状況なんですよ。あとロシアで失業率っていうのは結構低いんですね。全世界と比べたら低くて約 5% ぐらいです。あとロシア全体の統計の数字を見ると、ちょうど半分っていうのは3万4000ルーブル以下の給料、半分はそれ以上です。それで7万5000ルーブル以上の給料をもらっているその人口の割合はわずか 12% だそうです。そして約 13% のロシア人は貧困線の以下の生活をしているみたいですね。ロシアのお給料の話になると、やっぱりまず思い浮かぶのは、とても高い給料をもらっている人たちと、とても低い給料もらってる人たちの差が激しいことが特に目につくし、ロシアで育ってきた私としてもそんな印象を受けられます。だからといって、じゃあ何になれば稼げるの、どんな職業に就いたら将来お金持ちになれるかっていうのは、私もねよく分からなくて、だいたい主食って全部コネだなっていう印象もなんとなくありますね。頭がいいとかじゃなくて、能力があるとかじゃなくて、まあそれちょっとネガティブすぎるかもしれないけど、やっぱコネは大きいですね。就職の時にいい給料がある、そんなのがあれば、それは誰かの娘や息子とか親戚とかすぐ見つかるんですね。一方ですね、前の動画で私はお話しした通り、ロシアの、その所得税っていうのはわずか 13% でフラットなんですよ。だからお金持ちになってた方がお得。そこは日本と大きく違いますね。あと日本と大きく違うと思うのは給料の支払い方です。日本に来て最初びっくりしたんだけど、ロシアのお給料は1ヶ月のうち2回も支払われます。その1ヶ月のお給料の金額ですね、こう2回に分けて2週間おきに支払われることが
法律的に義務付けられてますね。日本だとさ、末締め翌月末払いとか、なんか仕事始めてもあんまりお金が入らないとか、日本人は基本ね貯金があるから、ロシアではまあ最悪でも2週間後に次の給料があるみたいな。まあ、あと日本と大きく違うのは、ロシアで基本交通費が一切出ないです。ロシアの交通費はそんなにまあ高くないんですけど、日本ほど。でもやっぱり毎日往復でね、それなりにお金かかりますよね。交通費が支払われるそんな仕事なんて聞いたことないし、ロシアでその文化はないです。そういう意味では日本はすごくいいですね。必ず交通費もらえるなんて、まあ、ただ私がしてるみたいなモデルの仕事とかそういったお仕事はもちろん交通費が出ませんよ。そしてロシアで儲かる職業について、なんかロシアで結構サッカー選手がすごくお金もらえてます。かなり金持ちです。あとは一般的に IT 関係のねプログラマーだったり、 IT 関係のコンサルトとか、金融関係のファイナンシャルとかのねコンサルトだったり、日本も多分一緒だと思いますけど、そういったね、あとは原油関係のですね、原油とガス、ロシアはねそんな資源があるお国だから、それの発掘関係のお仕事、エンジニアだったりとかいろいろあります。そういった仕事も儲かるみたいですね。特にロシアだとその北の方でね原油の発掘油田いっぱいあるから、そういったところにあまり人が住まないところに出張みたいな、1ヶ月2ヶ月半年住んだりとかっていうのはよくあるパターンなんですけど、それも結構儲かるんですね。そこに行ってお仕事して何ヶ月か、そして戻って、普通の自分の住んでる地域でしばらく休んでまた行って仕事してみたいな。日本でも儲かる仕事、そのランキング見たけど、その共通点で思ったのは操縦士ですね、飛行機の運転する人、あと船を運転する船長ですね。日本でね一番給料がいいのは医者って言われてると思うんですけど、ロシアで言うとまあ歯医者ぐらいですかね。普段は医者はそんなに金持ちではありません。まあ、ただロシアは国立の病院や保健所があれば、私立のものがあるので私立の方がもちろんお金はもらえますけれども、まあでもそれでも医者が一番金持ちってことでまあないです。あと日本の、一番儲かる職業で見たら大学教授ってかなりもらってるみたいですね。そこもロシアと大きく違います。ロシアは大学教授はそんなにお金はもらえません。多分なぜかっていうと、ロシアは国立の大学の方が一般的で、私立もあるんですけど数はそこまで多くなくて、そして学費もそれほど高くもないんですね、日本と比べるとね。まあ大体こんな感じかな。でね、最後で言うこととして、多分この信憑性がなくなるかもしれないけど、私はねロシアで実は就職したことがないです。ロシアでアルバイトしかしたことはないです。はい。だからロシアのその事情は、まあ、お友達から聞いたり調べたり、親から当たり前のようにね聞いたりとかして調べたりしてまとめたんですけど、自分がロシアで仕事してことないとまさかのね。でも日本と本当に大きく違うから、それは興味深いし、ロシアから初めて日本に来た時にその日本のそんな給料の違いについて調べると、おびっくりする。当たり前なんですけど、びっくりすることばかりですね。あとロシアでグレーの給料って言われる給料もあります。それはよくある話なんですけど、契約書で、労働の契約書で書かれてるお給料と実際の給料が違ったりします。だいたい契約書で給料をすごく少なくして、で実際はもっともらうっていう、まあ何でしょう、その雇用主の税金対策なのか何なのかわからないんだけど、そんな例もあるある話です。あとボーナスみたいなものですね。日本みたいにボーナスがなくて、それはその会社の業績によって結構違ってくるらしいんですけど、うちのお母さんなんかも言ってました、ボーナスは本当に会社のその利益とかによって違ったり、それによって給料が大きく倍ぐらい違うこともあるんだそうです。そういう意味ではちょっと不安定ですね。まあ不安定はロシアの現実です。はい、こんな感じでロシアのお給料の事情を
たくさん話したんですけど、まだそれに対して質問があればぜひコメントで教えてください。答えるようにします。では最後まで見てくれてありがとうございました。パカパカ。